今たくさんの、日本のゲームがセールされているので、Steam を覗いてみてください。そういう情報もねたくさんお伝えしたいと思います。ということで行ってみましょう。週刊 Steam 通信。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。毎週金曜日 Steam の、セール無料情報をお届けする週刊 Steam 通信のお時間がやってまいりましたね。前回、お休みして申し訳ありませんでした。ちょっとねどうしても、撮ることができなかったので、あんな感じになってしまいました。土曜日ねちょっとダラダラ喋ってしまってめちゃくちゃ長い動画になってしまったのでそれも合わせて申し訳なかったです。ちょっとねやっぱり、コンパクトにもっと、必要な情報を伝えることができればなと思います。はい、今週もね、様々な、無料情報セール情報あるので最後まで聞いていただければ嬉しいです。昨日生放送できなくて申し訳ないです。ではまず最初にこのコーナー行ってみましょう。今回和ゲーが、たくさんセールされているのが特徴になってますよね。はい、明治スチームセール10月2日から10月6日ということで週末セール中です。シュタインズゲートシリーズですね。はい、アドベンチャーシリーズがあったりとか、まあ、ビジュアルノベルとして、はい、メモリーズオフですね。メモリーズオフとか、この世の果てで恋を歌う少女、ユーノーとか、はい、この辺の、明治さんのビジュアルノベル、安くなってますね。60% オフでね、シュタインズゲート買えますし、はい、シュタインズゲートエリートか、あ、ゼロか。ゼロは、1392円ですし、結構セールされているので覗いてみてください。そしてオーバークックのフランチャイズセールということでオーバークック2が 40% の1542円、そして1が 75% の420円。まあ、これに関しては無料で手に入れた人も多いんではないでしょうか。はい、ダウンロードコンテンツも含めて、安くなっていますし、はい、チーム、セブンティーンの、ゲームパブリッシングゲームとしては、はい、今、はい、君の街ポルティアですね、マイタイムアットポルティアが、1236円で、安くなっています。はい、こんな感じのラインナップになってますね。そして、和ゲーがね、セールされているって言いましたが、はい、モンスターハンターワールドアイスボーンが、安くなっています。モンスターハンター本体が2010円ですね、 34% オフ。そしてアイスボーンが 33% の4781円以下。ダウンロードコンテンツ、まあスキンですね、はい、こういうものが手に入る。まあ自分も買ったんですけどね、これモッド遊びがしたくてね、着せ替えできる、ものってこれしかなかったんで、はい、侍買いましたけど、はい、こういうものも安くなってますね。そして、ソードアウトオンラインのロストソングという、2018年11月13日非常に高評価のゲームも、今回、ミッドウィークマットですね、もう終わりますけれども、はい、75% オフの770円で購入することができます。はい、もう今日終わっちゃいますけどね。はい、そしてファイナルファンタジー10.2リマスターも、50% オフということで1731円10月8日まで、セールされていますし、ファイナルファンタジー15もね 50% オフの4290円で、購入することができます。そして、ニーヤオートマタも、売上トップにね来ているのでご存知の方多いと思いますが、10月8日まで 50% オフの2640円で購入することができます。女性主人公のアクション RPG、 全体的によくできたゲーム、アクションゲームが苦手でもなんとなく操作でそれなりに遊べてしまう、日本語版あり。なるほど、そういう説明なのか。はい、ニーヤレプリカントがね、2021年に出ることが発表されて Steam 版も出るんですけれども、はい、それが、前日単になっていて、
はい、この本ニーアオートマタの前日談になってるんですよね。合わせて、世界観に浸るといいんではないかなと思います。そして、地球防衛軍ですね、5、これもね今、10月6日までですが 50% オフの2990円で購入することができるんですよね。はい、言わずと知れた地球滅亡を救うね、なかなか面白い痛快なゲームですけれども、はい、このゲームもセールされていますし、はい、グリーンヒルですね、まあ、これは洋ゲーになると思うんですけど、オープンワールドサバイバルクラフトということで、はい、25% オフの1927円で購入することができます。未知のアマゾン熱帯雨林を舞台にしたオープンワールド型サバイバルシミュレーション、心身ともに、蝕まれる過酷なサバイバルに挑み、道具の作成や家の建築、狩猟などを行いながら生き延びなければならない独自のシステムとして、詳細な体調管理を行う、ボディインスペクションモードを特色としているとあります。はい、このゲームを10月5日まで 25% オフの1927円で購入することができます。では、この中から、今週の注目のゲーム紹介したいと思います。はい、今回、紹介するのは、地球防衛軍5ですね、アースディフェンスフォース5、を紹介したいと思います。はい、このタイトルは多分コンシューマー版が先に出てるので聞いたことおありの方もたくさんいらっしゃると思います。このね、地球防衛軍5は、このシリーズの中で一番売れたタイトルになっております。まあ、舞台はね2022年です。なんでもう2年後なんですよ。はい、関東の都市部から、離れた、全地球防衛機構軍、これがアースディフェンスフォースなんですけども、その、基地があるんですね。でその基地に、大量の武器とか兵器が運び込まれているんですけども、まあ、その、なぜそういう軍を作らないといけないかというと、突如として現れた、巨大な宇宙船団からなるプライマーが世界各地に攻撃を開始したからなんですね。で、主人公も、武器を手に取ってその地球を守るべく戦うというのが、まあ、大まかなストーリーになるんですが、まあ、なんで、舞台は、洞窟だったり、森だったりあるんですけども、まあ、主に、都市部で、たくさんのビルが並んでるところに、まあ、アリとか巨大蜘蛛とか、二足歩行の兵器とかね、さまざまなものが襲ってきて、まあ、時には宇宙船からこう降り立ってね、攻撃してくるものもいるんですけれども、まあ、そういうものを、まあ、倒していくと、まあ、シューティングゲーなんですよね。まあ、基本的に、まあ、殲滅していく、ゲームですよね。でなんといってもね、まあ、今聞いていただいているようにもうこの臨場感のあるナレーションですよね。ヒーローもの戦隊ものを思わせるような、はい、緊迫感のある日本語音声のこのボイスがね結構、ゲームを盛り上げてるんですよね。もう一つ特徴を挙げるとするならば、まあ、とにかくミッションが多い。はい、ミッション攻略だけでですね110のミッションがあります。で一つ一つその倒してこなしていくミッションなんで、こう1日1ミッションでも、3ヶ月以上、クリアまでかかるということで、もちろんすぐに終わるミッションもあるんですけどね。はい、とにかくストーリーが長いというのが一つの特徴ですし、まあ、ダウンロードコンテンツも出ているので、まあ、トータル十分なボリュームで遊ぶことができるんではないかなと思います。まあ、こういうTPS ですね、シューティング好きな人結構たくさんいると思うんで、まあ、日本人はどっちかというと FPS より TPS の方が馴染みやすいと思うので、ぜひこのド派手な、シューティングゲームをプレイしていただいて日頃のストレスを発散していただければと思います。はい、で、このゲーム、6がもう開発中であることが、先月のね生放送で話されていました。
はい、2021年の年末ぐらいまでには出したいなということで、まだ多分1年以上出ることはないと思うんですが、おそらく、コンシューマー版が先で、その後スチーム版 PC 版になるのか分かりませんが、おそらく出ると思うので、まあ、そちらも楽しみにしていただければなと思います。今ねこれが 50% オフの、2990円で購入することができます。10月6日までですね。はい、ぜひチェックしてみてください。では続いてこのコーナー行ってみましょう。はい、期間限定無料プレイゲームですが、はい、このクックサーブデリシャス2というゲーム、2017年9月14日のタイピング系シミュレーションのタグが付けられていますね。タイピングと系シミュレーションってすごく珍しいですよね、こんなタグ付けられているって。はい、この非常に好評のゲームが、はい、3日間無料プレイが来ていて、10月9日まで 75% の320円安で購入することができるということで、はい、結構自分のフレンドも持ってますね。ユーザースコア78とそんなに悪くない点数ですね。完全な飯テロ、料理を見てるだけで腹が減る、あまり忙しくて見れてられないけどゲーム時間が短いのもいいということで、ゲーム時間が短いと1より難しいということで、はい、様々な日本人レビューがありますが、おおむね好評でしたね。はい、このゲームぜひ3日間無料プレイが来ているのでやってみてください。で、外部サイトなんですが、はい、インディー柄の方です。でね、自分がかつて、まあ、500円以下のゲームを紹介するワンコインディーというのもやってまして、はい、このポテトマンね、紹介したかったんですよね。それが今、インディガラの方で無料できていますね。これですね、2014年12月4日の非常に好評の、ドット絵グラフィックアクションゲームみたいな感じですね。可愛いジャガイモを操作するプラットフォームゲーム、感動のエンディングを見逃すなということで、はい、日本語はサポートされてないんですが、はい、40分で1時間ぐらいでクリアできることになってますね。はい、そして、外部サイトなんですが、エピックゲームズですね。はい、無料ゲームピクニック、まあ、これはね、プライムでゲームでも ありましたが、無料が来てますね。このラインナップで、来週アブズとライジングストームなんですけど、このラインナップでなんかしょぼいなと思えてしまうぐらい、はい、ピックゲームズの無料ゲームすごいんですが、はい、今回はまあ小休止というか、はい、ピクニックというゲームが無料で来ています。またその他こんな感じで基本プレイ無料のゲームであるとかも割とね、エピックゲームズでも配信されるようになりましたね。パラディンズとかもそうですし、でなんかこのパラディンズのハイレズスタディオーズがですね、なんかミリタリー系の基本プレイ無料のこれですね、あれミリタリー系でもないのか、ローグカンパニーという基本プレイ無料のゲームまた配信しているんですよね。はい、こういうゲーム、Amazon プライムにもスキンが手に入るキャンペーンやってますけども、こういうゲームが入ってきてるんですよね。ロケットリーグもね、はい、エピックゲームズ移行しましたけども、だからエピックゲームズって基本プレイ無料のゲームも結構ラインナップ揃ってきたんですよね。はい、それも含めて、はい、今回は、ピクニックが無料ということでした。で、プライムデゲームは、こんな感じで、朝お伝えした通りですね、ラインナップ。今本当にたくさんの無料ゲームが一気に手に入るのでおすすめです。はい、そしてですね、Amazon のなんかサービスで、トータルを下がって、それこそエピックゲームズで手に入れたと思うんですけど、無料で1日限定で無料でなってましたよね。はい、それの、なんかダウンロードコンテンツですかね、それを、トータルをアクセスに参加することによって手に入れることができる。しかもそのエピックゲームズ版を持ってる人と引き換えになるみたいなんですよね。はい、詳しいことは、日本語訳をすれば、連携するやり方がわかると思うので、まあ、このトータルウォーの、はい、ホームページをご覧になってみてください。
はい、そして、外部サイトなんですが、さらにですね、このファナティカルで、まあ、あの前回ね VIP ミステリーバンドで紹介しましたけど、その他にもね様々ないいあのラインナップになってるんですよね。はい、フローズンバイト、トラインを、作ってるところですけど、こうトライン1、2、3と、はい、あとその過去作ですね、このフローズンバイトの過去作合わせて2339円で手に入るんで、これもなかなかお得なバンドルじゃないかなと思いますし、はい、このプレミアム、コレクションですね、はい、これにねファントムペインが入っていたりとか、あとアースロックですね、これはまあ JRPG をオマージュしている作品ですが、チャズムという、ゲームなんかもありますし、はい、割とこうインディーゲームの中でも有名どころのゲームが、ラインナップされているこのバンドルも、まあ、3つで1160円で買えるので、はい、ファントムペイン1個買っても1160円って安いと思うんですけどね、はい、こういうお得なバンドルがあったりします。その他結構種類が多いので一度覗いてみてください。そして、ハンブルバンドルの方なんですが、はい、ワンスペシャルデイ2020バンドルとして、はい、スモーク&サクリファイスなどが手に入る1ドルバンドルですね。であと、はい、5ドルを出せばポータルナイツとかができる。そして、10ドル出せばダートラリーであるとかポータルキングダムとか、これ多分2かな、あ、ダウンロードコンテンツかな、2か、はい、手に入るので、ぜひ、1ドルで手に入れてみてください。無料情報、そして外部サイトのお得情報は以上です。ピンポンパンポン、はい、以上いかがだったでしょうか。では売上トップを見ていきましょうか。まあ明日ね最新情報をお届けするんですけれども、まあ、そういう、こう、最新情報でお届けするような新しいゲームは入っていますし、ね、やっぱりセールされると、モンハンワールドなんかは上位に来ますけれども、ニーヤがね、今トップですけれども、はい、こんなラインナップになってますし、ノーマルスカイもね、50% の3040円で購入できるということで上位に来ています。で、いよいよ、来月、発売が決まっている、来月の発売が決まっているサイバーパンク2077も、予約の段階で上位に来ている感じですかね。はい、そして、ファイナルファンタジー系のゲームとかもね今セールされているので、やっぱり和ゲーが強い感じになっています。はい、ぜひチェックしてみてください。で、最後になりましたが、このチャンネルではただ、ゲームの実況するだけではなくてですね、Steam のセール最新情報なんかをお伝えしていたり、まあ、Steam のおすすめゲームを、紹介したり、様々な、コンテンツがあります。初めての Steam という、初めての方が Steam に触れるための必要な情報ですね、購入の仕方、返金の仕方、様々な機能の紹介も行ってます。はい、ぜひこのチャンネルのホームというところをクリックしていただいて、どういうコンテンツがあるのか確認していただければ嬉しいです。そしてよければ、チャンネル登録していただいて、この動画もグッドクリックしていただけると励みになります。よろしくお願いします。では、最後キーワードですね、はい、和芸がセール中にしましょうか。はい、和芸が、セール中、はい、このキーワードを今出てると思いますが、自分のプレゼント用のツイッターアカウントをフォローしていただいてフォロー返しますので、ダイレクトメッセージに、和芸がセール中と、入力していただいた方の中から抽選で、Steam ゲームキーをプレゼントしたいと思います。明日中締め切り、土曜日中締め切りの日曜日配布にさせていただきますので、どんどんご応募していただければと思います。では、さっきも言いましたが、明日、Steam の最新情報をお届けしたいと思いますので、まあ、明日はそんなに長くならないと思うので、はい、また聞いていただければ嬉しいです。では週末、Steam ゲームともに楽しみましょう。ユーロでした。バイバイ。
チャンネル登録、グッドクリック、コメントお願いします。また明日、君に会える日を楽しみにしています。